それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。CCQ さんからいただきました。 Z アビリティはバトルに出さなくても6人の中にいるだけでかかるものなのですか、ということで、かかります。はい。なのでまあ6体をねしっかりとこう Z アビリティで統一させて、ステータスをしっかりと上乗せしてあげてこう PVP に行くっていうのが、まあ定石かなと思います。はい。お次のコメントがこちらです。アナさんからいただきました。ヒットもバカ野郎も持ってない、他は結構持ってるんですが今の環境は木染めですかね、今は系譜使ってます、ということで、系譜でも全然今は戦えるんじゃないかなと僕は思います。はい。まあ、ヒットもバカ野郎も持ってないと、木染めも孫一族パーティーも使えないかなっていう感じはするんですけど、まあってことはフルフリーとかは持ってるってことですよね。うん、全然今の環境系譜、強いと思うんで、そのまま諦めず頑張ってください。お次のコメントがこちらです。ハウマッチさんからいただきました。青染めのバカ野郎持ってないんで代役としてゴジータでもいいですかね、ということで、全然ありじゃないかなと思います。うん、普通に青色にこう強いキャラクターを差し込んであげるみたいな、そういう感じでいいと思うんで、まあ、なんなら悟空ブルーとかででもいけるんじゃないかなと思います。はい。まあでもやっぱバカ野郎が今青色の中では一番強いと言っても過言ではないと思うんですよね。うん。なのでまあいくらかパワーは落ちると思うんですけど、全然ゴジータでも大丈夫だと僕は思います。ということで以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回はフラグメントから、挨拶させてもらうんですけど、今回ね新しくフラグメントが2個追加されたんですよね。そのフラグメントがめちゃめちゃ強いと。めちゃめちゃ強いんですよ。どこだったっけな、これね、これダウンなどさせるかと、これいきます。はい。まあこれ装備できるのがまず第6宇宙と、打撃タイプのイエロー属性。まあここまで来たら、誰に装備するかっていうのはわかると思うんですけど、まずこのダウンなどさせるかっていうフラグメントね、まずスロット1、射撃防御力がマックス 15% アップで、スロット2、打撃防御力がマックス 13% アップと、でスロット3、バトルメンバーにブルーもしくはグリーンがいると打撃攻撃力、マックス 10% アップということで、ヒットですよ、ヒット。うん。まあヒットの弱点は、防御面と、言われてるんですけども、それをしっかりとこう補ってくれるフラグメントが登場しました。でヒットね、結構フラグメント少ないんですよね、装備できるのが。でそれでコメント欄とかで、悩んでる方が結構いらっしゃったということで、まあこれで全て解決ですよね。でお次いきます。これですよね、射撃防御力がマックス 18% アップ、射撃攻撃力マックス 13% アップで、打撃攻撃力マックス 20% アップ。ぶっ壊れっすよぶっ壊れ。打撃攻撃力 20% はいかんでしょう。うん。まあこれ入手は、最近始まった第6宇宙の、イベントで手に入るので、まあヒット持ってる方は、厳選した方がいいんじゃないかなと思います。ということで今回はその2つのフラグメントをつけた、ヒットを採用した木染めパーティーでちょっと PVP 回ってみようかなと思います。はい。まあまだ厳選終了してないんで、まああやふやなフラグメントなんですけど、結構でかいと思うんですよね。なのでまあ防御面とか、攻撃力とかにまあ注目していただければなと、思います。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。ガチガチの木染めパーティーですね。負けられないな。同じパーティー使ってて負けちゃうと、もう完全なる PS 差みたいななっちゃいますもんね。おい、えい、お、あ、ダメか。うーん、射撃、おい、さあどうする。 OK、
えい、ガス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 気持ちいいよな、ヒットで殴ってる時めちゃめちゃ強い。さあ落ちちゃうよ。とりあえずドラゴンボールぶっ壊しといて、はい、射撃でバニシング削って入る。ほらほらほら、強い、めちゃめちゃ強い。お、OK、死ぬぞ、死んでいく。おい、どうする、これカウンター入んじゃね。よーし、まあ、ライジングでよかったな。 OK、 さあこれでバニシング削ってライジングと。 OK、 素晴らしい、完璧なムーブ。ここで外しちゃうと足元救われるぞ。よーし、しっかり勝ち切ってと。よし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 、まあ、未来ご飯採用する木染めパーティーっていうのも結構面白いですよね。うん、対戦ありがとうございました。俺の勝ちだ、諦めろ。今回の標的は、さあ対戦やっていきましょう。木染めパーティーにキャベも入ってましたね。へい、まあ、フルパワーフリーザじゃなくてこっちの方がいくらか戦いやすいんじゃないかなと僕は思うんですが。ほいほい、えい、いやー、フルフルやっぱ強え、こういう時の。あ、マジか。うん、全然あれだな、回避してこないな。今の回避なくなってったか。とりあえずこっちで殴っといて、さあほい、よしよし、さあいで、あー、やらかし、やらかしい。まあフルフリに変えるか、死んじゃうもんね。はい、うん、ああ、うまい。そうなんだよな、ヒットでライジング使うとフルフリ普通に落ちちゃうんで、これは危ないですね。危ない、危ない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 。いやー、フルフリ落ちたのはだいぶ痛いんじゃないですか。うん、だいぶ痛いぞ。おい、お、あー、危ない、あぶねー、あぶ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 。ビッグガーツ行くか。はい、 OK、 いいね、クリティカル KO 落とし切っていく。強すぎ、笑った。さあ射撃で動かしていこうか。おー、マジか、通常打撃で返して、さあ OK、 これで必殺入れて、さすがに落ちひんよな、はい、んー、よいしょ、あらマジか、対戦ありがとうございました。仕事の、さあ対戦やっていきましょう。悪の系譜パーティーですね。ほい、いいよ、ほっ、うん、ほい、射撃、何やら悪の系譜パーティーのメタルクーラがなかなか強いみたいなんですよね。うん、さあ、ふー、危ねえ危ねえ、危な、潰しといて。あー、マジか、なんかすごい、ふー、戦いづらい。うん、まあまあここまでちょっと食らって、危ねえ、ちょっと突っ込んでみる。はい、あああれー、いやー、あー、残念、皮が剥がれていく。タックルの出だしにぶつかっちゃいましたね、ライジングラッシュ。終わり際やったらあれ避けれるんですけど、ダメみたいですね。さてどうしよう。お、あー、やべ、どうしようどうしよう。はい、よし、よし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 、ほい、おら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 、ナックル、いいよ。特殊圧潰されたか、動かないんだよな。あ、これはラッキー。あー、マジか、ダメだったダメだった。どうしようかな。うん、はい、
痛い。あんま攻めてこないんで、あーこれマジか。うまくね。うまくない？はい。お？ん？気まずい。よし。これ美味しい。おい。はい。おい。通常打撃で落とし切って、さあ、ライジングなしで落とせたのはでかいんじゃないですか？はい。さあ、動けないだろう。動けまーい。ライジングなしで落とし切ってしまいます。はい。バカ野郎悟空出した瞬間、やっぱ動けなくできるっていうのはだいぶ強いですよね。簡単には攻めれないと思うんで。よし。さあ、残るはフルフリー。さあ、余計近づけなくしてやろう。よし。ミスター。くそ、カウンター合わせろ。はい。よし。対戦ありがとうございました。加藤生物ね。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は新フラグメントを装着したヒットで PVP 回ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。強いです。はい、まあただでさえ強かったんですよね。で、防御面が弱いと言ってもそれでも使われるぐらいやっぱりクリティカルが強かったり火力が強かったり、まあ、最近流行ってるフルパワーフリーザとかに対して不死身無効でこう殴っていけるっていうところが、まあ、上位勢には結構好まれてるということで、まあ、こういうフラグメントを出しちゃうとさらにヒットが増えてくるんじゃないかなと僕は思いますね。はい、まあ強いですよね。はい。はい、ということで、まあ、ヒット持ってる方はぜひとも厳選しておきたいフラグメント2種になったんじゃないかなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。